暦っていう概念が頭に入る前ってどうだったんだろうって考えたことありますかね。それってあくまでも頭の中の概念の中に、暦という概念の中にだけ存在しているものであって、実際それに影響を受けるか受けないかっていうのは自分自身で本当は選べるわけですよね。我々は外的な影響っていうものを受けて生きていくのか、それとも自分自身が創造主として現れの世界を作っていくのかっていうのが選べるわけですよ。この世界って自分が作っているんですよね。年末年始に向けてね、その信念っていうものをもし意識するとするんであれば、勝手にですよ、今年はいい年だって決めちゃえばいいんです。それだけのことなんです。今年は自分にとってね、最高の年になるぞって、だから今年も楽しく生きようって年始に向けてね、勝手に決めちゃえばいいんです。それでそもそもなんですけれど、例えば、神道の概念であれば、現れの世界って全部神の現れなんですよねって、今、背後に海の波の音が聞こえてますけれど、こういう波の音であるとか海水であるとか、砂粒であるとか全部神様なんですよねっていう概念じゃないですか。だから大島がよく言うのは、よく癒しの地とか汚れ地とか言うけど、神そのものなんですよねって、全部それに癒しの地も汚れ地もないでしょって、全部神聖なもんなんですよっていうのと同じように、毎日、お日様が上がって、そして一日が始まるっていう、その一日に神聖じゃない日ってないんですよ本来。それをこれは大安であるとかね、これは良くない日であるとか、勝手に人間が、陰陽を分けて、善悪を分けて解釈することによって、そういうものって生まれてきてしまうものであってね、本来は日々これ吉日じゃないですけど、全てが聖なる祝福された日でありますし、祝福されてるかどうかを決めるのはあくまでも自分自身であるっていうことを、忘れないでいただきたいなと思います。それで昔の人がね、よく一日一生みたいな話をされてると思うんですけれど、どうせだったらね、認識するんだったら、我々は朝起きた時に生まれて、そして夜寝る時に、毎日死んでいるというねつもりで、生きると一日一日をね、すごい大切に生きられるみたいな教えがあるじゃないですか。で、本当はノンデュアリティ的に言うと、毎瞬毎瞬この世界が意識の中に立ち現れて、そして毎瞬毎瞬その瞬間は消えていく、その一瞬一生なんですよ本当は。一瞬で宇宙の創造が行われて、そして一瞬でそれが空に帰っていくということを繰り返しているわけですよね。これは量子物理学なんかのね、量子の、振る舞いなんかにも通じていくわけですけれど、だから、毎瞬毎瞬その瞬間その瞬間っていうものに意識をフォーカスしていくっていうのがノンデュアリティですけれど、よりそのこの瞬間っていうものに集中すればするほど、この一瞬一瞬っていうものに全体重を置いて生きれば生きるほど、この世界の輝き、あるいは自分自身の存在の輝きっていうものが、感じられる。それが本当の極意なので、あまり暦であるとか、そういう時間っていう概念に
翻弄されることなく、この瞬間の輝き、そこにフォーカスして生きていけばですね、間違いなく今年も1年、素晴らしい年になりますし、この一瞬にフォーカスすればするほどですね、あなたのエネルギー、創造っていうものも実は高まっていくものなので、現象的にも、素晴らしい出来事がいっぱい起こる一年になってきますので、ぜひそのあたりですね、意識しながら喜びに満ち溢れた一年を送っていただければなと思っております。ということで、冒頭にも申し上げた通りですね、このチャンネルではね、巷にあふれているスピリチュアルであるとか、そういうものとまた全然違う切り口で全然違う情報をお伝え、してきたわけなんですけれど、大島がその空という、境地をつかんで本当に幸せな人生、喜びに満ちた人生を、送っているわけなんですけど、そういう生き方って一般に流れている情報とは全然、違うというか、結構真反対の部分もたくさんあるんですけれど、分かってくれる方、感覚的に、皆さんの本質、的にはそういう生き方の方が絶対素晴らしいなっていうのはなんとなく、自分の内面の奥の方で感じてくださる方が、こうやって見てくださってるんだと思うんですよね。だから今年もですね、空の、境地、そして喜びに満ちたそのノンデュアリティの境地を、皆さんにどんどんお伝えしながらですね、一人でも多くの方に、本当の人生を生きていただきたいなということで、発信させていただきますので、ぜひ、本年も1年どうぞよろしくお願いいたします。ということで、大島秀明でした。またお会いしましょう。